子の部屋ようこそ。今日は小岩、新小岩でピアノ教室を開いていらっしゃる目黒貴子先生にお越しいただきました。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、小岩、新小岩、目黒ピアノ教室でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先生のね、お教室のことね、さっきちょっとちらっとしたら、まずそのすごくその学校の行事とかでその音楽、まあ、ピアノですよね、活躍なさる方が多いって聞いたんですけど、どんな感じなんですか？はい、小学校で音楽会で、ピアノの担当を、弾くっていうことは、皆さんのオーディションで、合格率が4人中3人が、当該の教室から、ピアノ伴奏で出ました。まあ、これ見てる方、どこの小学校かなって気になったりするんで、先生のお教室にはどういった小学校から、どのぐらいの小学校から来てらっしゃるんですか？一番多いのはやはり近くの大杉第二小学校。大杉第二小学校、はい、あとはいろいろと近くの小学校から、出していただいてます。その小学校ではその音楽会に生徒に、誰か生徒にピアノ弾かすっていうのがやっぱりよくやられてるんですか？はい、そうですね。皆さんのピアノ習ってる方はぜひピアノの担当になりたいっていうことでオーディションを受けるんですけども、結構難関って言ってますね。オーディションがですね、コンクール並みにちょっと狭き門だということでね、そういったその、ね、オーディションに受かるために先生は何か生徒さん日頃のレースで気をつけてることとかあるんですか？そうですね、もうオーディションを見据えて、少しレベルが高い曲を皆さんに弾いていただくっていうことをしています。急にその4年生5年生になってパッと学校来た時に、これよオーディションよって言われた時に、こんな難しい曲ってならないように、だいたいぐらいの曲出るなっていうのを前段階で生徒さんにレッスンで見てくださる。はい、そうです。なるほど。じゃあ、少しそういう気持ちがある子は目黒先生の何にお任せしておければ、ちゃんと前に少しそういった曲を見てくださるということですね。なんかお聞きしたら、その中学校の学生さんにも、中学生さんにもすごいなんかいろいろ丁寧だとかレッスンされてるということなんですけど、どういうことを気をつけていらっしゃるんですか？はい、学校の中学の成績を見据えて、ちゃんとそのレベルがいくように、小学校4年生からしっかりと中学のレベルに合わせるやれるように、基礎の楽天などを教えています。そうなんですね。なんか私ももうちょっと子供が多くなっちゃったんで最近知ったんですけど、最近 その東京都の都立の高校 の入試 の音楽の偏差値の点数が変わってたんですよね。そうなんですよ。私が受けた時は 1.3 で、うちの子供たちが受けた時は 1.5 だったんだけど、さっき2。はい、そうなんです。音楽かける2なんですよね。そうなんです。大きいですよね。はい。じゃあ先生の教室の生徒さんは結構点数とかってテストだとどのぐらい取ってくられるんですか？はい。80点以上は必ず取ってきてます。80点取っとけば、まあいい内心つきますよね、音楽はね。はい、これは安心、特に男の子さんとか、ね、そうですね、はい、そうですか。先生とかに来ると都立入試にも有利になるようなレッスンを見てくださるということでですね、ぜひですね、小岩、新小岩でピアノ教室をお探しの皆さん、目黒先生の、ね、お教室にお問い合わせください。小岩、新小岩、目黒ピアノ教室です。ただいま生徒を募集しております。どうぞお気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。